完成の改革は、加英6年に、アメリカ東インド艦隊司令長官ペリーが、来航して一気に政局が混乱した際、江戸幕府の老中主座、安倍正宏が主導して行った、幕政改革のことである。幕府三大改革と言われる、教法の改革、完成の改革、天保の改革に次ぐ改革と位置づけられている。第11代将軍。 徳川家成の数多い子供たちの養子縁組、娘の婚儀等による出費に加え、家成自身の老費や武士の貴族化もあって、江戸時代後期における幕府財政は悪化の一途をたどり、幕府そのものが瀕死の病人と化した。家成の死後、第十二代将軍徳川家吉の下で老中主座となった水野忠国は天保の改革を行って、 幕風財政の再建、解剖の強化等に努めたが、常治令の不評から改革は失敗に終わった。水の失脚後、老中取座となった安倍正宏は、ペリー来航前から、すでに幕政改革の必要性を悟り、高価年間に入ると次々と改革を実施していた。これは、イギリス、アメリカ、ロシア等の外国船が、 次々と日本近海を脅かしていたことが理由として挙げられ、安倍は幕府の権力を高めるために行ったのである。正宏の死後、老中主座であった堀田正都氏は通称条約交渉において、公明天皇の直居を得ようとしたが失敗。同時に将軍刑視問題においても、安倍同様に一つ橋派を押し、徳川義信を将軍に、 松平義長を大老に推挙して、事態の打開を図ったが、伊伊直助が、大奥の指示を受けて大老に就任したことからこれも、失敗し、第十四代将軍は南紀派が推挙する、徳川義富が就任した。堀田は、条約問題、将軍軽視問題の失敗により失脚し、伊伊直助が幕政を主導することになる。その委員は、安倍、堀田によって行われた。 安政の改革路線を否定し、幕府の権威強化のために一橋派をはじめとした安倍が登用した人材を安政の大国において、ことごとく幕政の中枢部から追い落とし、帰って幕府人材の枯渇化を招いただけでなく、安倍時代に幕府に好意的だった戸様大名の敵意を帰って剥き出しにする結果となった。そのため、桜田門外の変で意が暗殺されると、 幕府保守派はなりを潜めて安倍が登用した人材は復活して幕末の動乱期において幕府を支えていくことになる。しかし、E の死後、幕府には安倍、発端のような指導者が現れることがなく、結果としてそれが滅亡の永遠へと向かっていくことになるのである。ありがとうございます。